はい、皆さんこんにちは、ヌペンです。三国志やっていきますでしょう。さあ、前回から本格的に東卓軍討伐で動いております。で、特にこの城陽を中心にね、もうすごい激闘が繰り広げられています。で、なんとか東卓軍から円という拠点を取りました。さあ、ここからどんどん東卓軍の拠点を飲み込んでいきましょう。よーし、やっていきます。さあ、まずこの辺の東卓の部隊を潰さないと。さっきは緑がいて、今現在ここには長領がいる。あー、でこ孫権軍の将金が炎帝軍の奉仕に一騎打ちを仕掛けました。大丈夫？さあ、どうでしょう。はい、うん、よし、これなら勝てそう。頑張って頑張って。さあ、将金頑張っ て, て, いて、はい、敵将どこだ。力の差を見せてやろう。見せてあげて。我が武芸、武器孫権司令、奉仕。奉仕なんか聞いたことあるな。大丈夫？さあ、行ったれ行ったれ。さあ、攻撃を浴びてまくれ。さあ、どうかな。いや、でも結構いい勝負かも。大丈夫大丈夫大丈夫。頑張れ頑張れ頑張れ。頑張ってね、頑張ってね。信じてるからね。オーケー、ナイス。我が力思い知ったか。もう思い知っちゃった。さあ、どうでしょうか。さあ、こう演術攻めもね、しっかり進めてるから。で、東洋失敗。東洋難しいね。難しいわ。うわ、全然ダメじゃん。もう橋にも棒にもかからないとは、このこと。もう全然ダメじゃないですか。みんな持ってきて。で、ここはどうだろうな。じゃ、長領を落とせたらだいぶ有利かもしれない。で、ここはまだ常陽は落とせない。みんな向かってるんだけどね。はい、さあ、みんな落とせ落とせ、頑張れ。もう総力戦でいってるから。で、常陽、あ、舞台が戻っちゃったか。ご報告いたします。さあ、現在古老館の方にも向かおうとしてるけど、だいぶちょっときっついな。25,000ぐらい出てるか。私たちも2万ぐらい出してるから。こっちから誰か出れない。あー、王中いいね。王中出そう。じゃあ、これ頼むよ。はい、で、次は、うん、じゃあこれで行きましょう。じゃあ7000ぐらい。よし、頑張って頑張って。はい、さあ、こっち向かってくださいね。はい、さあ、どうなりますかね。頼んだぞ、みんな頑張ってね。さあ、で、東洋失敗。達成いたしました。さあ、で、なんかいいものを見つけたらしい。でかした。さあ、だいぶ東卓軍もボロボロになってきてはいるようだけど。で、古老館の方はどんな感じ。だいぶこっちもきつそうだな。で、なんとか一番の部隊が到着してる。いいね、いいね。さあ、頼んだよ、みんな。で、ここでなんかやってる東卓が。さあ、どうかな。で、加工園が頑張ってる。どうかな。おーし、ナイス。この顔なんだろうな。雑魚キャラなのかな。で、こっちはどうかな。まだ、わかんない。あれ、一応常陽には到着してるみたいだね。で、こっちの皇遊軍はどうかな。敵が撃って出ていって、ちょっと兵糧立たれてるな。やばいやばいやばい。大丈夫、信じてるよ。で、よし、この辺地位解除完了。さあ、で、可否はもうすぐ落とせそうだね。よしよし、その調子その調子。さあ、お城さえ取ってしまえば。で、増援も向かってるから頑張って。さあ、いろんな拠点で戦いを進めてるけど、どうかな。で、また使徒狙われてる。大丈夫。さあ、で、ジョイを攻めてるよ。で、今日で完備がこの方を発見。どうかな。よーし、オッケー、ナイス、出ました。で、この方いなかったんだね。うん、お疲れ様。さあ、で、どうなるかな。で、また誰かを訪ねた。どう。おーし、オッケー、ナイスナイス。今回はうまくいってる。で、こっち、まさか。お、いいねいいね。もうすぐで落とせる。頑張って頑張って。さあ、可否を落とすんだ。さあ、炎術を倒すのよ。孫権様、何者かが縁で官位号様が自立すると噂を流しているんです。いや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 、あー、やばい。この会合、孫権軍より縁をもらい受ける。共に国難を救う者はおらぬか。どうしたの。やばい、会合さんが裏切りおった。やばい。嘘でしょ。やばいやばいやばい。で、また人が狙われてる。すまん。で、ここは、うん、わかった。さあ、で、歴戦の経験が、長江、この長江の力だ。長江ね。長江ね。うん、はい、100戦でも。いいねいいね。さあ、やばいやばい。えらい事件が起きた。やばい、会合が。で、あ、誰か捕まえたんだ。さあ、で、こっち。よし。で、可否落としたか。ナイスナイス。いや、ナイスなんだけど、どうしよう。会合さんがまさか、私たちのはね、
で、エンジェルが捕まったか。まあこいつはまあドバーシーしても問題ないでしょ。はい、解放。借りは返す。なんだと、このエンジェルを解放するというのか。うん。で、旅襲の扱いはどうされますか。まあこの人はまあ、はい、問よ。あ、ダメか。まあ、とりあえず捕虜にしておこう。さあ、で、こっち上場です。で、地域怪獣完了。よし。ってなると、この部隊の兵糧攻めをね、うん、あれだよね、兵糧を立ったというか、うん。さあ、どうかな。さあ、で、お、投石、ナイス。で、これは、はい、八門金さん。ほう、これはどういうやつ。よし、で、一部隊撃破。さあ、簡易後がまさか裏切るとはな。どうしような。とりあえず誰か向かわせようか。じゃあ15000、いえ、じゃあ向かってってください。はい、攻撃わかった。で、こっちからも一部隊出そう。ね、じゃあ完備、うん、じゃあ9000で向かってってください。じゃあ生還者で、はい、向かってってね。で、誰かお付きの人がいてくれると助かるんだけど、そうね。じゃあどうした。周囲、うん、はい、お願いします。さあ、今は長領の兵糧立ってるから、多分、あ、立ててないか、こうが繋がってるか。難しいね。さあ、とりあえず、簡易後が乗っ取ってしまった縁を落とさないとね。ちなみに、簡易後の勢力は今どんな感じなの？簡易後。あー、簡易後あんなに優秀だったのに。なんで嫌いになっちゃったのかな。とりあえず、武将は簡易後しかいないのか。うわー、なんて無謀な独立。さあ、行きましょう。さあ、頑張れ頑張れ。成功です。さあ、で、殿下、鎮球隊の航空が止まりました。いいねいいね。さあさあ、演術の部隊も潰しなさい。さあ、そして、あ、で、ちょっと、よーし、で、一部隊撃破。さあ、残るは長領の部隊で、常陽も落としたかな。うん。さあ、もうすぐもうすぐもうすぐか。頑張れ頑張れ、みんなみんな頑張ろう。さあ、行くぞ。さあ、落ちましたね。オッケー、やったー。やっと落としたここはしぶとかったな。よし、ジョヨを制圧しました。オッケー。それが死にかかれば敵も赤子よ言うね。で、この3人を捕まえたんだね。了解。じゃあ3人とも召し抱えて死んでよ。あい、東洋。あう、で、どうなる。あ、3人とも失敗か。そうか。じゃあとりあえず、あ、セクシーお姉さん。じゃあこのセクシーお姉さん以下3人を捕虜としよう。さあ、で、長領を潰すぞ。はい。さあ、頑張れ頑張れ。で、長領が、孫権軍の巨長に一騎打ちを仕掛けた。ああ、すごい。これは見物。はい、巨長 VS 長領、武力は互角。いいねいいね、頑張れ頑張れ。頑張ってほしい。はい、敵将潔く前でよ、我が刃の旅にしてくれよ。ああ、この巨長ある限り我が軍には手を出させんぞ言うね。さあ、やったね。曹操も見てるぞ。あー、で、いや、ごわく、うん、どうだどうだ。結構、あの、うん、押してる押してる。だ、やばい。おー、オッケー結構ギリギリだったね。さあ、長領潰せるかな。さあ、お、どうだ。よーし、撃破。やっと長領倒した。ふぅ。で、この方が、この方を立てたぞ。オッケー、ナイス。さあ、みんな帰ろう。吉報です。お、で、新しい品を見つけた。さあ、で、こっちか。あ、なに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 、なんすかなんすかなんすか、やばいやばい。なんすか。うわー、取られたのか。くー、せっかく先行して取ってたのに。こちら、さあ、まず介護が独立して取ってしまった縁を攻めよう。達成いたしました。で、ゲーハの書ゲット。うん。で、あと、あー、しまった、第二部隊になっちゃってる。待て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 。で、こっちも攻めてるからね。孫権さん、何者かが趙雲軍の領地へ我が軍の悪い噂を流してる。マジか。どうせ董卓でしょ。さあ、で、こっち、1500が私たちのとこに来たのに。で、この方が逃げ出したか。で、稲子やばいな、ボロボロやばい。で、大丈夫。やばい、いろんなとこでなんか問題が起きてる。やめて。ご報告いたします。さあ、まず介護の部隊を潰そう。さあ、どうなる。で、介護自身が出てきた。やばいやばい、大丈夫大丈夫。で、撃破してる。うん、オッケーオッケー。で、旅襲の身になって、は、みんなに迷惑をかけてしまう。うん。まあ、そうかもね。で、また、指導を脅してる。もう、どんだけ脅してるんだ。死者がお待ちです。で、エンジュン様から死者が参られました。はい。
孫権の本日は我が主エイズの名代としてまいりました。あーご苦労様です。何の用か、そなたのような小物に付き合ってる暇はないのですけどね。諸葛金ら3人の返還を求めにまいりました。どうか寛大な処置を、頼みます。いやー今戦ってるからね拒否ダメ。さあで次はさあここですよ。どうしようどうしよう。で内蒙家が上陽で曹操様が自立すると噂を流せ。もうマジかマジでうわ孟徳様ご名断です。何何曹操様の元でならば思う存分羽を伸ばす。うわ裏切りやがったマジか。は逆賊曹操を誘いに誰が乗るかよ。うわーやばいやばいやばい。なんかみんながついてったり裏切ったりしてくれてる。どうしようね。やばいやばいやばい。マジかー。が介護に続いて曹操が範囲を翻した。嘘でしょで稲子だしさーでこっち4万もいるからね。ご報告いたします。さあ会議ごと曹操が独立した今どうなってしまうんでしょうね。ここ畜生達成いたしました。これももしかしたら董卓の策なのかな。さあ行きましょう。とりあえずこの会議ごそして曹操を落とさないと。うわーやばいやばい。でこれを連れてきました。ああ出ました。でこの人かん。じゃあこの人投与。はい。ああダメか。じゃあ捕虜。はい。さあみんな逃げて逃げて逃げて、みんな逃げてくれ。で、こう、地域怪獣完了。オッケー、ナイス。さあ、で、兵糧が立たれてるからやばいな。で、孫権様、地域怪獣によって、ここが、董卓に奪われました。すげえなあ、あいつ。さあ、動きましょう。で、稲子、稲子、稲子。さあ、で、なんでしょう。はい、武量の規模が中になりました。よし、出ました。オッケー。さあ、とりあえず、円と上位を落とそう。とりあえずちょっと今兵糧が立たれてるからなんとかこう兵糧つなげないといかんね。さあ頑張って頑張って。達成いたしました。で論語を取得。うん。さあで長吾あかやナイス。で学士の統率が一上昇ナイス。で円は落とせる大丈夫。さあでどうかな。で誰か逃げたっぽい。あーやばいやばいどんどん逃げててる。で稲子稲子やばいな。すげえ。よしで包囲占領、うん、ということはということはさあとりあえずここを取り戻したね。 OK やったやったよかったよかった。さああとはここだな。各所より報告です。さあどうなるかな。うん円はとりあえず落とせそうだけどね。さあとりあえずあーで宝石様はいなかったんだね。了解ご苦労様。でとりあえずこの簡易号を潰せればで上陽がちょっと破壊された。了解。さあもう曹操は絶対許さない。で介護お前も許さない。さあでこの周囲の掛けはい神掛けやったー。いいぞいいぞ。さあどんどん攻めたれ。さあまず介護落とせそうだね。さあ頑張って頑張って。さあどうかな。可否で足止めの勝負見つけた。いいね。さあどんどん潰すぞ。でここよしいいぞいいぞ。上陽もなんとかなりそう。うん。さあ、曹操絶対許さん。さあ、で、円も落としてしまいなさい。あー、で、また、指導が狙われている。やめて。さあ、で、あ、巨長が、長吾に一騎打ちを仕掛けた。あらららら。これもまた、有名対決。はい、長吾 VS、巨長。これはちょっときつそうだな。いくらでも相手にな。頑張って、頑張って。の長さあ、頼むぞ。ここにあれ。さあ、ここで。勝てればなんとか。あーでもちょっときつい。あ頑張って頑張って頑張って。信じよう信じよう。長吾長吾頑張って頑張って。あーやばいこの人とか力覚えちったか。うわー強え。で長吾の武力が1上昇負けてあれなんだあれなんだよね。うん。で高尊徳軍が炎章軍と同盟を結びました。うん。さあ敗北を知ってより強くなるっていうね。うん。そういうもんだよ。さあ何様やねん。さあでまずはさあ簡易号を潰した。さあでさあで勝者。うん。さあで城壁を潰して。うん。
まあ取ったばっかりだったからね、城壁はあまり回復してなかったんでしょう。で、イナゴ発生。イナゴは長いね。さあ、いろんなところで。さあ、ちょっと上位は厳しい。曹操だけじゃなくて、巨長とかも出てきてるか。で、孫権軍の孫賀が炎術軍の長江に一騎打ちを巻き込みました。はい。さあ、これはまあ、これで大丈夫でしょう。まあ、スキップしちゃうね。はい。オッケー、処理、やったまあ、これは勝って当然か。よし、で、敵将打ち取った。そうなの。さあ、まずはここを落としたね。オッケー。さあ、介護。過去戦。はい、縁を制圧しました。私は、悲しいよ。どうしてこんなことになってしまったったらね、介護。さあ、で、次はこっちだ。やばいな、こっちも結構きつい。よし、オッケーオッケー。さあ、上陽も落とした。うん。さあ、ということは、これで、曹操の部隊も、なくなったね。いやー悲しいよ私は本当に涙ちょちょ切れるよ。さあでとりあえず上陽には入った、うん、さあ今現在漢中そして武漢そしてここ古老漢の3つを攻めております。で炎術のところにも攻め入ろうとしてるんでさあ頑張っていきましょう。で古老漢にはだいぶ敵の部隊が集結してる。やばいね。さあとりあえずこの古老漢を落としてこの武将たちをもう一網打尽にしてやる。で、縁で官兵が看板を立てた。どう？看板か分かんないけど。あーで、士官、失敗。まあ仕方がない。で、ちょっときついな。頑張って頑張って。どうかな？で、他のところはどう？こっちの。漢中はまだか。で、まだ武漢の方には到着しない。頑張ってね。さあで、加工園が頑張ってくれてる。さあもうすぐでこの川を落とせるはずなんですけどね。ちょっときついな。で太地師がちょっときつい。やばいやばい、大丈夫大丈夫、ちょっと下がって下がって。あー壊滅だ、ごめん。できた、誰か来たやばい。さあでこの舞台はまず潰したかな。いやーまだ潰せんかったか。各所より報告です。さあもうちょっと頑張ろう。さあ引き続きこの川攻める。で艦中、あーで孫権軍の、この方が東卓軍のこの方に一騎打ちを仕掛けた。いいね、頼んだよ。よし、これなら勝てる。いいでしょう。さあ、スキップしましょう。骨のオッケー、ナイスナイスナイス。さあ、これで艦中も落とせそうだね。もしかしたら皇帝はここにいるかもしれない。さあ、本当に。で、孫権が細胞を尋ねました。使えてオッケー、ナイス。さあ、で、孫権の魅力が一上昇。さあ、もうすぐで落とせる。頑張って、頑張って。造作で、こっち、地域解除完了。さあ、演説も、そう、仕掛けるよ。さあ、で、これで、はいはいはい。あ、こんな感じなんだ、もう攻めると。やったー、もう抜けたぞー、みたいな感じなのか。いいね。殿下、捕虜を連行しました。あー、連れてこい。この人か。じゃあ、投与。はい。あー、ダメか。大丈夫、捕虜。はい。さあ、で、で、王道レベル8、やったー、ここまで来たね。やったー。さあ、で、ここの、董卓の残党たちを釣るぞ。さあ残党と言えるほどまだ勢力は衰えていないわけだが。で、可否で疫病が猛威を振るってる。やばい疫病の被害が出てる。さあ、とりあえず、この古老漢を落としましたけど、ここの董卓の部隊どれだけ落とせるかな。成功です。でよし、ここ、地域解除完了。さあ、で、こんな感じ。で、可否で豪華の賞、ゲット。ナイス。さあ、とりあえず、この丘に到着。死者が面会を望んでいます。エンジェル様から死者が参りました。今更なんだ。どうもどうも。諸葛金ら3名を解放していただけませんか。いや、残った。すまんな。さあ、で、これでどうなる？今現在、演術のところには到着してるね。で、北海を攻めてる。で、あとはこっち。艦中はどんな感じ今。で、他の部隊出てきてんのか。やばいやばい。じゃあ、こっちこっち。あーで、きっついなー。だいぶきついよ、ここ。はい。さあ、あーでし。あー、はは。消化が早めてきた。で、お、なんで、わかんない。読めない。全然読めない。で、あ、まず、潰した。いいね、いいね。でかした。さあ、でかいで、疫病が、被害。うん、了解。さあ、で、甲州では、はい、規模が中位になりました。でかした。さあ、この間、この舞台、潰せれるかな。
あとだいたい1万2、3000ぐらいなんじゃないかな。さあ、頑張れ頑張れ。で、こっちでは、お、もしかして、お、城壁ちょっと崩したね。さあ、もう一息よ。さあ、この丘を守るんだ。頑張れ頑張れ。さあ、で、どうかなどうかな。さあ、頑張れ。で、よし、北海もう落ちそうだね。さあ、演術勢力滅亡するか。で、まず一部隊撃破。いいねいいね。さあ、で、一部隊入った。よし、いいぞいいぞ。さあ、とりあえず今オーガイが前に出てくれるから、この丘はなんとか守る。で、天員の突出が1上昇。頑張ってくれ。さあ、で、こっち、まさか、そのまさかだ。オッケー、やったー。さあ、これで北海が落ちたね。はい、北海を制圧しました。で、それによって、はい、炎術の勢力が、うん、そうだね、滅亡した。オッケー。さあ、で、敵将を捕らえました。うん、すごいな、全員いるの。じゃあ一括選択でどんな感じかな。あ、この人なかなか優秀だね。結構優秀な人も多い。あー、この人とかね、すごいな。じゃあ、とりあえず投与、はい。あー、で、あー、そうか、陳球もいるのか。5人の投与に失敗。そうなので、他の人たちはまあとりあえずじゃあ捕虜にしておこう。さあ、ゆっくり狂えていこうぜ。さあ、だけどちょっと王が一人だけだときついな。頑張れ頑張れ。で、呂布が王が一騎打ちを仕掛けた。やめてくれやばい、これはきついぞ。どうかな。さあ、一旦スキップしましょう。ちょっと勝ち目が薄い、はい、あー、敗北か。まあそりゃそうだよね呂布だもんね。やばいな、雑魚が違う、悔しいよ。お喜びください。さあ、で、攻撃解除完了。 OK、 攻撃開始。さあ、で、まず一投、あー、で、あー、脱出しちゃった。誰が。さあ、かなりちょっと厳しくなってはいるんだけど、どうかな。あれなんだ、超運との同盟が切れちゃったから、ここね、兵糧が途切れちゃってるんだ。で、孫権軍と、趙雲軍の、関係が気迫になったね。疾風怒涛。はい、これは、お、なんか、大行、うん、やったね、うん。で、なんかどんどん孫権と趙雲の仲が悪くなってる。もしかして趙雲軍と戦ってるのか。で、ここ、はい、不肉の刑、王外、うん。さあ、で、捕らえた敵将の処遇を決めてくだされ。あ、諸葛金、うん、あ、すごい能力高いね。はい、投与。あー、で、ダメなの。じゃあ、とりあえず捕虜にしておこう。はい、さあ、頑張って頑張って。さあ、とりあえず耐えよう。で、王中、新旧、うん、これは何。あ、そうか、陣を壊してんのか。で、撃破した。で、今さらあがいても無駄であろう。いやー、ちょっと趙雲と揉める気はなかったんですけど。さあ、まず王外の兵を3000、よし、補充した。で、呂布隊が混乱してる。さあ、この辺り大丈夫かな。まあ守れそうだけどね。で、また指導が狙われている。やめて、久々に狙われたんで。撃破、よし、ナイス。さあ、頑張れ頑張れ。成功だ。で、こう地域怪獣完了。さあ、で、なんかやってるよ、やめて申し上げます。細胞が超軍に引き抜かれました。やられたやめてやめて。よしよし、ナイスナイス。さあ、そこはやめないで。で、この人は、あ、そうだね、捕虜を口説き始めたんだね。 OK、 頼んだ。さあ、で、どうかな。で、やめて呂布が学信に一騎打ちを仕掛けました。うわー、ちょっとこれも見込み薄いな。いくら学信といえども。さあ、飛ばしてみましょうか。さあ、頼む。どうかな。あー、やっぱりねもう祈るしかないもんな。で、ザコが1くしょで、総人の突入が1、うん、徐々に。さあ、とりあえず倒せるかな。で、東太君と孫権軍の外交官僚が低下。さあ、なんとか呂布が最後の舞台だね。そうすればこの落葉だいぶ落としやすくなる。で、来た来た、いいねいいね。で、太地師、うん、1上昇。で、ここが今戦ってるんだね。で、撃破、やっとだオッケー。で、この方がこの方を訪ねた。どう。あ、綺麗なお姉さん。オッケー、ナイス。さあ、で、またこの人が、あ、捕虜か。はいはいはい。さあ、で、ちょっとこっちはきついな。やばいやばい、みんな助けてあげてみんな。孫権様、趙雲軍の使者がお見えになってます。ああ、何ですか何ですか。さっきはあの時私たちに攻撃しておいて、で、捕虜となった、この方の返還を求めに参りました。そうだな、まあとりあえず言うことあげとこうか、趙雲とは。うん、まあじゃあ承諾しておこう。
わかった、そなたに命じて捕虜は返そう。孫権殿のご慈悲、誠に痛み入ります。うん、じゃあこれからも仲良くしてね。とりあえず今はどうしても仲良くしとかんといかんとき思ったけど、今戦ってるわ。しまったしまったしまった。ここだよね。だってあなたたちが仕掛けてきたんだもん。さあ、で今現在洛陽の方へ向かっておりますね。で趙雲軍からここ、うわあ、そう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 、趙雲のとこ行ってたのか。うわうぜえが、この二部隊がこっちの巨匠に向けて進軍してるので、なるべく早めに軍を集めていきましょう。どうしようかな。でこっちの古老館じゃなくて武漢か、武漢はもうすぐ落ちる。でこっちの漢中もちょっとね、一部隊出てきちゃったな。帰ってみよう。達成いたしました。でここの部隊集め、で趙雲軍の総総隊の指揮20手が上々です。でここの部隊も指揮手が、いいねいいね。さあ提案もしっかり聞いて、でちょっとここきついな。関根頑張って。獣勇が諸葛金を立てました。どうかな。必ずやお役に立ちましょう。さあで今現在どうなってる。で孫権軍と趙雲軍の関係が敵視になりました。あんなに仲良くなかったのに。多分ここの部隊を潰したのかな。いやまだか、今戦ってるか。さあでどうなるかな。で今現在弓櫓を立ててるところで、どうかな。でまず1万8000兵が補充された。いいねいいね。さあで曹操を迎えようと。でここおーし。で武漢も落ちたね。さあ武漢が落ちたことによって、ここ長安が狙いやすくなった。うん、てかもうもうすぐ狙えるはず。で洛陽ももうすぐだから、さあ東卓確保せい。でこの方が法政を頼んだ。どうかな。を捧げます。よし OK、 やった。法政はめっちゃ優秀らしい。さあどうかな。なんだったらもうこう陳竜を攻めよう。やばいやばい。さあさあいけ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 。もう絶対許すな。増産はありませんが。で、地域解除完了。よーしよしよしよし。さあもう趙雲とはもう引き戻せないね。成功だ。うん。さあもう揉めること必死。さあ収復は不可能。で、孫権軍の陳武が東卓軍のこの方に一騎打ちを仕掛けた。どう？まあ多分大丈夫じゃないかな。うん。まあ大丈夫です。はい。オッケー。さあここ白水艦もう落とせそう。よし元気か。いいねいいね。さあであとは白水艦を落としましょう。で、誰かの子が成人したね。オッケー。はい、了解。さあ、さあ、追ってけ、追ってけ。あ、めっちゃ、めっちゃ成人した。近頃は妙に胸騒ぎがします。あ、そうなのね。あ、で、あなたもね。ここまでか。あ、で、誰か亡くなった。あ、そうなんだ。あ、陳宮が脱走。なんだと。あいつね。さあ、で、これ、おい、占領でございます。オッケー。さあ、で、ここ。よーしよしよしよし、いいねいいね。でかした。ご報告いたします。さあ今回はここまでしていきましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ。よしはチャンネル登録、高評価お願いします。ルペンさん、ハロー。